今日はですね、まあ前々から紹介してほしいと言われていた、デグーのねグーちゃんを、ちょろっとだけ紹介しようかなと思います。はい、まあ、今ねライス君が熱い視線を熱い視線を送っておりますが、このねデグーのグーちゃんっていう、オスのデグーですね。デグーっていうのはあのなんだっけアンデスの歌うネズミとかって言われてるくらいですね、よく鳴く、ネズミちゃんでして、ネズミなんですけどそんなにねすばしっこくはないですね。はい、見にくいんですけど耳がねあの普通のネズミより大きくてですね、ちょっとウサギっぽい感じで、すごくね可愛い、ネズミちゃんですね。はい、でケージはですねこれ鳥用のあのイージーホームパード40だったかなってやつを、2段重ねてます。2段重ねて高さがね1メーターぐらいになってるのかな、1メーターぐらいですね。はい、でこのなんか外のエアコンとかに使うダクトを使って、でこっちの60センチ水槽にですね、まあ、こっちにチモシーを入れて、はい、で、まあ、砂浴び場も設置してね、はい、でこういう環境で飼育してます。はい、で下にはねこっちの下にはあのハムスターマットですね、針葉樹のやつなんですけど、はい、まあ、アレルギーとか出てないので、まあ、大丈夫かなという感じで飼ってますね。はい、でこのデグーちゃんですね、まあ、最近は全然ケージから出してないんですけど、猫飼う前はですねあのなんだろうよくねケージから出して遊ばせてまして、すごくね人に懐きやすい、懐くというか慣れるというか、ですね、ネズミちゃんでして、すごくねあの愛嬌のある生き物ですね。はい、もともとはね群れで生活してる生き物なので、なんだろうすごくねこうあったかいとこを好むというか、なんだろう、ね、みんなでこう固まって普段寝てるみたいで、あのすごくね人肌にもねあのくっついてくるので可愛いですね。慣れると手の上とかねあのそういうところで寝てくれるんですよね。はい、うん、まあ、そういうネズミちゃんですね。で一応ですねライス君対策兼、まあ、おしっこ飛び散り対策でですねこういうシートをね全面3面に貼ってる感じですね。上と正面はね開けてますけど、はい、そういう感じで飼育してますね。まあこういう感じでね飼った感じだと、まあ、ライス君もねそこまで、まあ、デグを傷つけたりねするわけじゃないので、まあ、全然一緒に飼うことは可能かなと思います。まあ、できればね、まあ、猫飼ってる人はあの飼わない方がいいとは思うんですけど、まあ、私の場合ちょっとね、はい、逆になってしまったんで、まあ、大丈夫かなと思いつつも、不安もねあったんですけれども、まあ、ライス君もねちょっといたずらするぐらいにとどめてくれてるので、はい、という感じで飼ってます。はい、普段はねあの専用のデグーのねご飯をあげてますね。うん、あのひまわりの種とかね塩爆ですね、塩麦って言ったけど塩爆とかもね食べるんですけど、あのあんまりねあの脂肪分とか糖質のね高いのをあげると糖尿病になっちゃうらしいので、まあ、本当にたまにおやつ程度で何粒かあげるぐらいですね。はい、なんで普段はあの専用のデグー用のねあの餌が売ってますんで、それをねあげてる感じです。はい、うん、でまあ足車がね大好きなんで、このねメタル系の回し車、普通の回し車だとねあのデグいろんなところでおしっこしちゃうので、そのね回し車のね中でもやっちゃうので、こういうメタル系のね、網になったやつだとそういうおしっこがねこの中にたまらないとね、はい、こういうのの方がいいみたいですね。はい、であとこういう足場とかをいっぱいつけてあげて、はい、上まで行けるようにしててあげると、まあ、よくね動くデグが観察できるんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんな感じですかね。あんまり姿見せてくれなかったですけど、まあ過去動画でねデグの動画上げてるので、まあそっち見ていただけたらなと思います。リンクもね貼っとくんで、まあ、よかったら見てみてください。それではなんか言うことありますか？なんか言うことあります？ないですか？今日はいいですか？ね、じゃあライス君が遊んでほしそうなのでこの辺で。